ニコライ・グリゴレスクは、ルーマニアの画家である。ルーマニアの近代絵画のパイオニアの一人である。当時、ワラキア公国であった、現在のルーマニアのドゥンボビツァ県のピタルに生まれた。1843年に家族とブカレストに移った。1846年から1850年の間に地方の美術家、アントン・クラデックに弟子入りし、バイコイの教会やコール・ダルサニの修道院の宗教画を描いた。1856年にワラキア公国の皇太子、バルブ・ディミトリエ・シュティルベーに、自らの絵と共に、外国で修行を行う援助を請う請願を提出した。その後も、教会での仕事を続けた後に首相になるコガルニチャヌの助けで、奨学金を得ることができた。1861年秋、パリに出発し、パリ国立高等美術学校で学んだ。セバスチャン・コルニュの教室では、ルノワールと短期間一緒に学ぶことになったが、グリゴレスクはバルビゾン派の画家の人々に惹かれるようになった。パリを離れ、バルビゾン村に移り、ミレーやコロー、クールベ、テオドール・ルソーといった画家と交流した。1867年のパリ万国博覧会に7点を出展し、1868年のサロン・ド・パリに出展した。ルーマニアにしばしば帰国し、1873年から1874年の間はイタリア、ギリシャ、ウィーンを旅した。1877年にトルコとの間で露土戦争ルーマニア独立戦争が起きると、ルーマニア陸軍の従軍画家として前線でスケッチし後に大作に仕上げた。1889年のパリ万国博覧会に出展し、同じ年にルーマニアのアテネ音楽堂で開かれるようになった展覧会には1905年まで何度か出展した。1890年までフランスを拠点に活動したが、1890年にルーマニア中部のカンピーナに居を構えた。その後はルーマニアの田舎の牧歌的な風景や少女の姿などを題材に描いた。1899年にルーマニアアカデミーの名誉会員に選ばれた。ギッシャ・バルビゾンの夕日旅集の列。ありがとうございます。